おはようございます。オーナー張藤岡です。今日はですね、広島のタートル号さんで馬面はぎを狙いにやってきました。いやー、冬といえばね、やっぱり美味しい魚馬面はぎ、これに限ると思います。今日はね、いっぱい吸って、まあ家族にお土産を持って帰りたいと思います。じゃあ頑張りますよ。僕よりもはるかに、馬面はぎは賢い。今のところすりし負けです。来ましたよ、ようやく手が合いました。これは技ありの生き物。ドキドキの日常はここにある。亀屋釣り具。一本の鋼から釣り針を作り出す。半世紀以上も前から魚と人をつなぐため、針にかける熱き思い。パーフェクションインフックスオーナー。はい、じゃあ早速やっていきたいと思いますけど、今日使うのがね、馬面サイド185かけというね、今年出た亀屋釣り具さんの馬面専用竿、こちらを使ってやりたいと思います。で、リールがね、小型の両軸リールに、P が1号で、リーダーをつけてます。それに、今日使う仕掛けがオーナーの、合力ハギ4本、こちらを使ってやりたいと思います。まあ、早速8号スタートでやりたいと思うんですけども、まあ、オーナーの仕掛けはね、結構ね、ワンタッチで書いてるってやつはね、もうスルスルスルと抜けるんで、まず蓋を開けて、ここにスナップがあるんで、ここからね、袋を取り出さずに、このスナップにね、こうカチッとやって、ゆっくりですよ、ゆっくりね、こう抜いていくと、こうスルスルスルってこう抜けていきますんで、こんな感じですごい楽ちんなんで、まあ、あのね、慣れてない方でも、まあ、あの簡単にセットしやすいようになってます。それに一番下を、このカゴですねの30号からやりたいと思います。これに取り付けるだけで、これで OK になります。こんな感じです。餌は、まあ、付け餌はまずね、このね、ボイル、半ボイルのと、この海エビを用意してます。で、半ボイルはね、これこのまま使うんですけど、海エビだけむき身にして、で、大体ね、針の大きさぐらい、まあ、1センチから 1.5 センチ角ぐらい、これぐらいの大きさにして、最初に用意しておきます。で、餌付けなんですけど、まずむき身の場合は針の大きさより若干大きいぐらいにして、真ん中から刺してくるっと回して、最後針先だけちょっと出す感じ、こんな感じ、この状態を作ります。下に巻き餌をだいたい半分から4分の3ぐらい入れて、指でねちょっと押さえます。餌なんですけど、基本的にです、低活性の時は柔らかい餌で、高活性になって餌がばっかり取られるよってなったら硬い塩とかで硬くしていくというのが、この馬面はぎのセオリーですね。で、今ね、一番柔らかい状態のものを使ってます。で、これであまりにも取られてかからないようであれば、どんどん塩とかで硬くしていきます。で、指示ならすきました。で、コマセ入れてないんで、そのままちょっと止めて待ちます。これ多分仕掛けがそろそろ落ち着くので、棚があれば、合ってればここで当たりがある。で、ないので、徐々に誘い上げで、その口を使う馬面の棚を探します。
こんな感じで。で、当たりなんですけど、針の数だけチャンスがあると思ってください。今4本針でやってるので、4回当たるまでになんとかかけるみたいな釣りです。もちろんね、気づかない間に結構取られてることも多いんですけど、まあ、基本的にはその当たった回数を覚えておいて、あと何個餌残ってるかなみたいな感じでやればいいと思います。多分知らない間に取られてるだろうなと思うんですけど、まだついてるはず。さあ見てみましょう。当たりは1回、餌が何個残ってる。さあ何個でしょうね。はい、来ました。全部取られてますなんで、僕よりもはるかに、ウマヅラハギが賢いってことですね。今のところすりし負けです。でこういう感じでね、ちょっと今締めてます。かなり高活性なんで、ちょっと餌を硬くして餌持ちよくするようにしてます。はい、指示ならつきましたんで止めます。あ、早速当たった。当たってますよ。このふわふわした当たりが、そう、ちょっとふわっとしてるの分かりますかね。若干ふわっとして、これがね、ウマヅラちゃんの当たりなんです。知らない間に取られてるのは大体この当たりが多いです。で、活性がいい時とかは結構針に当たってね、カカカカカンっていう、それがね、針に当たった当たり。餌だけ取ってる時は結構ふわっとした当たりです。あのホバリングって言ってね、ずっとそこに定位しながら食べるんで、なかなかやっぱね、当たりとして出にくい魚ですよね。まあ、ウマヅラはね、こうやってね、最初はやっぱり餌場を作って、で活性をみんなであげて、でかけていくっていう釣りなんで、結構ね、船自体で、まあ、チームワーク一丸となってやるっていう作業があるんで、船長言われた時にね、すぐ落とせるようにして、指示棚はしっかり守ってコマセを振るっていうのが大事ですね。指示棚ついたんで、コマセを 2,3 回振ります。で、止めてます。ほら、当たった。さっき当たってから誘い上げて誘ったんですけど、誘われなかったんで、この誘い落としですね。落として、さっき当たった当たらまでゆっくりゆっくり警戒させないように落として、巻き絵と同調とか、イメージではそんな感じですね。で、これ止めてる時がね、一番、まあ逆に言えば無防備な状態なんで、カワハギとしてはウマヅラとしては非常に餌が取りやすい状況。この時にやっぱり一番当たりが多いんですよ。ただ釣り人的にはかけにくいので、ゆっくりゆっくり気づかれないように上げていってかけていくっていう釣りですよね。で、指示7つきました。来ましたよ、ようやく手が合いました。おお、くいく。結構ね、薄皮1枚でかかってることが多いんでね、慎重にいきますよ。よっしゃ、ウマヅラ、おい、おい、やったー、やりました、念願のウマヅラ。やった、針もほら、バッチリ。こうなったらもうバレないですね。でね、これね、見てください、こんなね、皮しかないんですよ。皮と骨しかないからね、なかなかかからんのがこのウマヅラハギなんですよね。でもね、この剛力ハゲがしっかり完成して捕らえてくれました。やりました。まあ、カワハギの針ってね、結構ね、普通の針に比べてあんだけちっちゃいあたりを合わすんで、かなりね、細くね、作られてるんですよ、針先って。こんな感じで、で、知らない間に結構ね、針先だけ曲がってたりとかあるんで、そういう時はね、必ず餌付けの時にチェックする。
これ曲がってるとね絶対かからないので、餌つける時に針先を確認して、やってみてください。ほんとね、今日はまだ活性が上がってないのがね、こうチリチリしたあたりなんですよね。活性高くなるとね、もっとねこの本気で餌を吸い込んでくるとしたらもっと当たりは出るんですけど、今出方としては一番活性にくい感じで当たってますね。ああ、残念。ちょっと触りましたけどね。なかなかやっぱり餌の執着が悪いみたい。ちょっとどころじゃないじゃないですか。何？どういうことや。ちょっと今ボイルにしたんですけど、なんかすぐ取られたんで、ちょっと餌持ちのいいこのむき身で塩で締めたやつを変えます。仕掛けが馴染んだら細汗を2回ぐらい軽く振って待ちます。こういう感じで、ほら当たった。こんな感じですよね。ずらしてあげたらかかるんです。でこうやって横走りしたら完全に馬面なん でこういう時はだいたい口切れ、もうギリギリ皮1枚でかかってることが多いから、慎重に。はい、ナイスサイズ。はい、やった。まあ、今落とし込みなんですけど、微妙にこの馬面がこう餌を吸いばむ、こうやってこれで吸えるやったのをちょっとだけスッとずらすことで、ほってこう思わぬところで吸ってしまって、今みたいにこうかかるっていう感じですね。これが誘い上げとか誘い落としですね。今は落とし込みでかかった1枚、まあ、これは技ありの1枚です。で誘い落としてかかってるんで下顎にかかってる。C7 に着いたら駒背を振って、駒背の中にまずは同調させます。これはね活性高いやつです。駒背振ってすぐ来るやつは。でさっきと一緒ですね。微妙にこう間合いを外してあげて、これで来ると、こんな感じですね。今も完全に間合い外したんです。おお、横っ走りする。はい、こんな感じ。はい、連発。今のは、ね、誘い上げなんで、ほら上かかってるでしょ。こんな感じで、まあ、狙い通り連発です。今8号使ってたんですけど、もっと当たりを出すためにちょっと7の3号ハリス3号ちょっとワンランク落として、よりちょっと吸い込みやすいように変えたいと思います。さあ、これが突破口になるかな。まあ、スナップつけまして、こんな感じで、あとはツルツルツルっと、これで OK です。で仕掛けは、まあ、この広島沖は、まあ、基本的には大きい馬面が多いんで、まあ、8号たまに9号っていうのが多分メインになると思います。まあ、8号スタートぐらいで、まあ、その日の釣れるサイズとか、まあ、活性で変えたらいいと思います。ただね、一つ大事なのはフッ素コートかかってる仕掛けを選んでください。まあ、割とね、まあ、だいぶ針も進化して表面に、ね、フッ素コートをするして、ああいうね皮とかね骨しかないような、ああいう皮剥ぎでもしっかり貫通できるようなメッキコーティングをねやってるんで、まあ、もともとあるニッケルのメッキがダメなんていうわけではないですけど、よりフッ素コートがいいんで、なるべくフッ素コートを、施したこういう合力剥ぎのような仕掛けを使うことをお勧めします。今まではね、どっちかというとね、当たり出してからの聞き合わせみたいな感じでやってたんですけど、今からはもうちょっと掛け合わせの方にちょっと切り替えていこうかなと思います。でそういう時はね、こういう餌切れっていうか、その合わせた時に針先が出やすいちょっと柔らかいタイプのボイル、半ボイルなんかがいいですね。あまり硬い餌使うと針先が眠ってるんで、針先がその触れる前に先に餌がスポーンって抜けちゃうことが多いんで、わざとこういうちょっと柔らかめを使って掛け合わせの場合はですよ、針先をしっかり引くようにしてあげる。
ましたよ。2ミリぐらいポッと動いたんですやり方変えたら一発で。やっぱ何でも工夫せなあかんですよね、釣りは。この横っ走りは川萩くんですよ。ほら、見えた。馬面。はい。はい、やった。いや、掛け合わせバッチリ。ほら。上顎にバッチリフッキング。いいサイズですね。よし。ようやく。あ、結構いいサイズですよ。横っ走、これはもう間違いなく馬面ちゃんでしょう。横にこっそーってこう走りますからね、馬面は。はい、やりました。両肩見てください、このフッキングバッチリ。こうやってね、皮とね、口しかないんで、なかなかね、貫かないんですよ、普通の針では。なんで、まあ、こうやって鋭い針と、あとね、フッ素コートで、あと頑丈なので、初めてこうやってこういう硬いところにガスと貫いてくれるっていうのは、この合力配慮すごいところですね。はい、今日使用している仕掛けはですね、オーナーの、合力ハゲ4本っていう馬面専用の仕掛けを使用してます。あのね、まあ基本的なもう4本針の針出張15センチベーシックな仕掛けなんですけど、針が近い、ついてる針がですね、合力ハゲというね、非常にね、頑丈なんですけど鋭さを持つ、そしてですね、フッ素加工でコーティングされた、もう貫通力抜群の馬面にバッチシな針を採用してますんで、ぜひともご使用ください。違う魚じゃないですかね。あんま横走りしないんで、なんでしょう。マダイです。やっぱり。マダイでした。はい。こんな感じです。毛が落ちた感じですかね。餌がね、残り出しましたね。ちょっと食い気が落ちたか擦れたかですね。こういう時こそ餌は新鮮なものに変えて、で結構ね、新鮮な餌に変えるとね、匂いがきついんで、またね、閉じてた捕食スイッチがもう一回パーンって結構入ったりするんでね。餌釣りってやっぱ餌なもんです。釣れない時ほど基本に帰ってしっかり餌打ちしてやると、ちょっと深いところから仕掛けが安定したら軽くコマセを振って、で中へとどめると。なんか当たりましたね。おいしそう。こんな感じで全然かかってなかったんですけど、やっぱ餌変えると一気に捕食スイッチがパンって入るんですよね、一瞬だけ。やっぱ餌釣りはね、餌ですよ。そして針。やった、いいサイズ。今日一番じゃないですかね。うる、ひもパンパンパンですわ。はい、今ね、釣り上げたんですけど、見てください、これですわ。先がね、微妙に曲がってるの分かります？よーく見たら。こうなるとかかんないんですよ。なんで仕掛けは変えます。ちょっと大型になってきたんで、もう一回8号戻します。まあ、こういう7号やったり8号やったり、その時の活性とかサイズとかで、変えていったらいいかなと思います。まあ、ちょっと大きかったんで、あのサイズが続くとね、
結構針伸ばされたり切れたりするんで、まあ、こんな感じでスルルっとまた伸ばしたらこれで OK です。シジラナは15m 当たってますね。これが本当たりになるか、本当たりになる。よし、ああ、今回は勝ちました。まあ100回ぐらい負けてますけどね、今日。と思ったら違う魚。そりゃかかるわな。いやなかなか馬面は手強いな。ベラでした。今度は本命でしょう。この横っ走りは間違いなく馬面ちゃんです。ほら見えた、うー、でかい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 、何これサイズでっか、おお、でか、腹筋にバッチリ、ほらね、これですよ、ゴリケハゲ、このでかいやつでも大丈夫。かかった、ラッキーパンチです。負けへ振ったらかかりました。お、イサキだ、イサキでしたね。イサキちゃん連れかかり、ほらちっちゃいイサキ、イサキです。決まった、今度は決まった、今度は掛け合わせが決まりましたよ。おお、横走り横走り、やったー、ナイスサイズやりました。はい、連発。おお、活性が上がってきたか。横走りこうダン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 でこう回るね。マグロと一緒です。マグロもこんな感じにします。ほら、いいサイズ。結構ね、こういう時バーンと外れるんで、うぅ、なんていうか、すりました。いいサイズ。やっぱりね、知らない間に針先が結構傷んじゃうすりなんで、まめに変えた方がいいですね、仕掛けは。スナップセットして、あとはこうやってゆっくり引っ張ったら、こんな感じで外れますんで、針先がピンピンです。こういうのを使わないとダメですよね、馬面は。これでね、多分ね、当たりもね、出やすくなるんですよね、多分。馬面はね、まあ、やっぱ基本餌取りなんで、地合いはもちろんあるんですけど、まだね、口は結構使ってくれます。ただね、割と擦れちゃう魚でもあるんで、1日同じ場所でずっとかかるってことは結構珍しいですね。なんで、まあ、今日みたいに何回もポイント変えて、ある程度釣れるまでは反応を見て叩いていくっていう釣りですね。時期的にはね、だいたい8月ぐらいから始まって、年内がピークで、美味しいのは1月2月肝がね、かなりたくさんできるのが1月2月なんで、肝あえとかねが好きな人は冬場行きますし、このゲーム性楽しむ人はもう秋からやるっていう感じですね。早いところだったら8月ぐらいからやってますんで、結構ね、ロングランで遊べる釣り物なんですよ。美味しいのは12、12、これが一番うまいです。おおおおおお、何何何何、取り直してる時に多分すれがかりで、こういうのはね、多分ちゃんとかかってないんで、もうゆっくりゆっくり。こいつはもしかして、もしかしてカワハギ。お、カワハギだ、カワハギちゃんだ。お、おらら、カワハギでした。ほら、すれかかりね。
変わんない。今日の本命じゃないけど美味しいやつです。よっしゃー、これはどっちでしょう。お、もしかして、もしかして、やったー、10枚目、やったー、目標達成、やりましたー。いやー、これで帰れる。はい、お疲れ様でした。いやー、しびれましたね。ゲーム性が高い釣りはやっぱり面白い。ただね、今回目標にしてたなんと10匹、そしてですね、カワハギ1匹釣れたんで、もう十分満足しました。ただね、合わせれなかったちっちゃいあたりもね、数多くあったんで、まだまだフィッシングマスターの道は遠いということで、もっともっと通って上手にやりたいと思います。さあ、でもね、今日のところは、まあ、鍋に、肝刺し、煮付け、これでね、熱燗でね、一杯楽しみたいと思います。それではまた。ドキドキの日常はここにある。亀屋釣り具。一本の鋼から釣り針を作り出す。半世紀以上の前から魚と人をつなぐため、針にかける熱き思い、パーフェクションインフックスオーナー。